後半戦、ね、は、まあ、体を動かしていきます。そんなに激しい運動はしませんが、もしやっていて痛いとかきついというのがありましたら、どうぞ無理なくそこは休んでください。できるものはどんどんやりましょう。はい、ではね、まずはちょっと準備運動を先にやっちゃおうと思います。今日の、ね、目標は、ニコニコペース運動のやり方として、歩くということの、復習、ね、確認です、はい、でその他にも歩くができない場合にこんな対処法がありますよを紹介しようと思っていますので、どうぞ楽しみに、はい、それでは、準備運動、頭の上で手を組みましょう。ぐーっと伸びをします。はい、でおへそをちょっと引っ込めるようにして気持ちが良いと感じるところでそのまま保ちましょう。呼吸は止めずに吸ったり吐いたりを続けます。はい、じゃあ今度は、斜め上に向かって伸びをしましょう。脇腹伸ばし、はい、反対側です。いいんですよ、呼吸が、ね、止まっていないということなので。どうしてもね、こうやって動きを止めると息止まっちゃいますもんね。なんで、家でなさるときとか数を数えながらされるといいでしょう。はい、OK です。はい、ちょっとね、冷めてきました正直、後尾眠くなりますよね。日ぐらいでご飯食べたんすよ。はい、それではふくらはぎの筋肉を伸ばしましょう。足を前後に広げて、さあ後ろの足のね、つま先の向きです。これは昨年 の受講された方はよく覚えておいてでしょう。後ろの足のつま先はどの向きを向いていったらいいですか。そう、まっすぐでしたね。バッチリです。覚えてらっしゃいます、さすが。これ後ろ足が斜めになっているとふくらはぎの伸びが弱いんです。なんでこういうふうにちょっと外側の方にかかとをずらしてほしい。あ、滑る、あ、 OK OK。 滑る場合はこれからやる実技のことも考えて、ちょっと素足になっておいた方がいいですね。はい。素足。はい、反対の足。はい、気持ちが良いと感じる程度で結構です。ね、20秒ぐらいじっと止めます。この姿勢でちょっと不安定な、やりづらいというときは、何かに捕まって、なさることをお勧めします。本当ですよ、コロナがなかったらね、2人で手と手を合わせてこうやってこちらの人とこっち側の人でこう押し上げ試合するのが一番安定性もあってなんか楽しいじゃないですか、ね、今できないんですよ、それが。はい、結構です。じゃあ、座りましょう。ちょっとね、長い時間椅子に座ってましたから筋肉伸ばしの、ね、体操をもうあと数種目やります。はい、片方の足右足にしましょうか。伸ばして、で反対の足はこうやって添えておきます。で背筋を伸ばして、はい、骨盤を立てた状態から体を前に倒します。太ももの裏側が突っ張るでしょう、ね。これがね、気持ちがいいと思うくらいにもう一回やり直してみて、はい、無理してね、ってこうしてやらなくていいんですよ。昔はこういう指導をしてましたけどね、今科学のメスが入って、これよりは、まあ、気持ちがいいと思うくらいでじっと止める方がより効果的ですよっていうのが分かってます。あ、そっちじゃあその解消のためにいい運動にもなりますからね、今日やることはね、楽しみですね。はい、反対の足。そうですよね、お腹突っ張りしにくいよね。あんまり無理してやるとお腹の筋肉が突っ張るなんて声もね、聞いたりします。足が長くていらっしゃる。筋肉の柔軟性、関節の柔軟性はやっぱある程度は、ね、ないと困ります。将来、ね、自分で足の爪の手入れができなくなったりとか、膝や腰が痛くなったりとかね、ということの原因になることもあります。それ困ったことがなければ別にいいんだけども、
ちょっと困ってる場合はお風呂上がりにこれやってみません？ちょっとね、個人的な話になって申し訳ないですけど、昨日久しぶりに何年かぶりです、息子たち、中学2年生です、双子です。でその彼らと一緒に温泉に行きました。で普段ね、運動部にも入ってないんですよ、ね、運動指導員の息子が何も運動してないんですけど私自身もね、中学生の時は膝が悪くてもう走るのやめてたんですよ。だから小学校の時が全盛期でした。でその経験もあって無理はもうさせてもらうのですけど、ただあんまりにも体を動かされてれば、ね、不安になります。で、体硬いんですよ、うちの息子たちね。なんで、やれやれって言ってもどうせやらないから、風呂上がりにね、このあとねちょっとコーラでも飲むかって言われて、その前にちょっと体伸ばしとくぜって言われてね、そっちの餌で釣ってでこう一緒に刺したら、おー気持ちいいねパパって言う結構乗ってくれた。でそういうことって大事です。で風呂上がりに伸ばすと柔軟性高まってます、体が温まっている時にやるときね。なんでやりやすいですよ、おすすめします。よかったら覚えて帰ってください。はい、もう一ついきます。膝を曲げてかかととお尻を近づけましょう。で膝を後ろの方へ引いていきます。ここで伸ばしたい筋肉は太ももの前面の筋肉です。はい、反対の足です。ね、膝がねちょっと曲がりにくいときはこうやってねズボンの裾を持って後ろに引くで引いてしまうんですよ。膝の位置が後ろにいていいんだ、できるだけ。ここが伸びてる感じがすればそれでいいです。はい、結構です。はい、じゃあ足の裏をくっつけましょう。太ももの内側の筋肉を伸ばす体操です。背筋を伸ばしてお辞儀をするように体を前に倒してみましょう。さっきの話の続きが実はありまして、この体操だけはですね、息子の方はやらなかった、ベターって言ってました。私も以前はそうだったんで、ね、とりあえず困ってはないのでいいんですけど、なんで子どもたちの方がそれができたかというと、ゲームをしたり本を読んだりするときにこういう姿勢をいつもしてるんですよ。だからできちゃうのね、負けたと親子で何を張り合っているのでしょう。でもね、生まれたてのね、生まれたてって言ったらちょっと言い過ぎだけど、1歳ぐらいの赤ん坊とかですよ、このまま足の親指に手が口がいくんですよね。かつては私たちの相談なのかもしれません。はい、結構です。なるだけ困らない程度には毎日体操はしてますけど、はい、それではね、今からね、歩くということを実際にやってみたいと思います。で、前年やった内容を今も実践しているという人はどのぐらいいらっしゃるでしょうか。はい、ありがとうございます。どんなふうなことを気をつけてやっておいてですか。いいですね。大股で少し前傾して早足、こういうことです。こういう歩き方を今も実践しておられるということですね。30分で3000歩、素晴らしい、ね、まあ、です。はい、でね、しばらくやらないとちょっと忘れることも人間ありますから、今日は復習確認だと思ってね、やってみてください。はい、じゃあちょっとこの床、ね、畳と靴下の相性を確かめてください。ちょっと滑りやすいようだったら脱いでおいた方が本当にいいです。転んで怪我したら何もなりませんから、いいですか。はい、はい、いいです。はい、どうぞ立ちましょう。先に来ていただいてありがとうございます。今日は私の指示がある。はい、じゃあまずね、では、基本の姿勢の確認です。先ほどね、
で座った状態で姿勢を良くするにはという話をしました。その続きだと思う、ね、立った時はですね、足を閉じるはかかととかかとをくっつけて膝の間を狭めりゃいいんです。そうすると太ももの内側の筋肉が働きます。でこの状態だとあることに気がつくでしょう。お尻に手を触れてみます。あ、人のお尻じゃないですよ、自分のお尻で。キュッと締まってるの分かりますね。はい、お尻がキュッとヒップが締まってます。でこの状態で腹式呼吸をします。腹をへこませる呼吸、ペターンとおへそ引っ込めて、ね、そうすると背筋がシューッと伸びます。さっき言った、背骨と背骨の間、ね、椎骨と椎骨の間を、引き伸ばす多裂筋という筋肉が作動します。ですから、立った時の基本姿勢3つにポイントをまとめると、お尻を引き締めましょう、おへそを引っ込めましょう、そして、軸を作りましょう。この3つです、ね、この3つを意識した状態で先ほどおっしゃっていただいた体を前傾してやると自然と早足で無理なく歩けます。はい、で、どうぞ皆さん、あんまりきつきつにやってると疲れるでしょうから、まあまあ普通に自然にいいですよ。今から2通りの歩き方をここでお見せしますので、ご覧ください。まず街でよく見かけるちょっと残念な歩き方です。そう、皆さんご指摘の通りですね、猫背で、ね、で骨盤、まあ、へそを突き出したような姿勢ですよね。そして進行方向に対してつま先と膝が浅手の方向を向いてます。でかかととかかとの間の幅も広がってますね、横にね。でこの歩き方は膝腰に非常に負担になります。よくない、ね、でよくメタボ教室とかで話題になるんですよ、これが。でお腹に脂肪が溜まっているとついついやっぱこういう姿勢になりやすいんです、ね、でこうやって歩こうとされる方が中にいらっしゃるので、歩き方をお伝えしたら目から鱗だと、ね、皆さん言っていただけます。でどんな歩き方がいいかというと、正面から見た時には一本の線の右と左に足をつく歩き方です。つま先と膝をまっすぐにして歩きます。ここの、ね、畳の縁にちょっと足を触れるというのはまだ病気としては良くないんでしょうけど、まあ、こういうことです、ね、きます。いかがでしょうか。戻ります。ありがとうございます、ね、でファッションモデルの人とかはですね、特に女性はまた専門的な歩き方の教育を受けるんでしょうけど、あの人たちはですね、足を重ねるように歩きます。こうした方が足が長く見える、ね、でちょっとこうお尻も少し横に触れるんですけど、健康づくりで歩くときには一本の線の右左もおすすめします。はい、もうちょっとだけ話したい、ごめんなさいね。で例えばですよ、糖尿病が気になりますとか言って、病院を受診する。そしたら内科のお医者さんからもう歩きなさいって、もうその辺じっとしとったらいかんですよって思うんですね。病気の進んだ大変やけんですねって、歩かんですかって言われる。でそれで一生懸命歩くんです。ただその時の姿勢がまずいとこれで一生懸命ですね、早歩きをすると何が起きるかっていうと、これやると分かるんですけど、膝の内側とかね、足首とか腰首にきます。なので、あんまりずっと続けてると痛くなっちゃって、整形外科受診するでしょ。そしたらね、うわ水の溜まっとうですね、これ、ちょっと注射まで抜きます。うわ痛いんです、これも、ね、でその歩き方をやめない限りはずっとそれ続くので、整形外科の先生からこんなもう歩きすぎですわ、ね、ちょっと控えとかんですかって言われる。そしたら内科の先生から歩かんとあったらやばいですよ、整形外科の先生から歩きすぎたらやばいですよ、俺はどうしたらいいんだってなるでしょう。嫌よね、ストレスだよね、どっちにしてもね。なのでそういう状態に皆さんが陥らずに済むために、今姿勢のことをちょっとしつこくね、くどく言っているわけです。はい、この点についてはご了承ください。はい、じゃあ、早速歩く練習しましょう。ちょっと2人組を作りましょうか。2人組、はい、
近くの人も2人よね。はい、パートナーが見つかったら、じゃんけんをして勝ち負けを決めましょうか。で、どうしても1人余っちゃったっていう時は3人でやってください。はい、じゃあじゃんけんの勝ち負けです。かわいそう。はい、じゃあ勝った人、は自分のパートナーの姿勢を前から横から見てあげて、猫背になってないかなって、背筋ちゃんとしてますねを確かめてあげてください。はい、じゃあ、見てもらう人は肩とくっつけて膝の間を狭め、お尻を引き締めましょう。はい、ポイント1、お尻。はい、ポイント2、おへそ引っ込め、腹式呼吸で、はぁー、はい、引っ込んだ、ね。はい、3つ目に、背筋を伸ばす、体の軸を意識しましょう。はい、お尻、おへそ、軸、ね、この3つです。はい、この状態を見てもらいましょう。どうぞ。はい、満点という声が出てきました。どうぞ、拍手の大きさでそれを表現してください。いいですね。じゃあ、役割を交代しましょう。はい、お尻、おへそ引っ込め、軸の意識。はい、どうでしょう。拍手がまた一歩で。はい、じゃあ今ですね、姿勢というところが基本になります。では、じゃんけんで勝った人たちと、勝ちを譲った人たちでちょっとポジションを変えます。勝った人たちはここの畳2畳分ぐらいのところに、寄っていきましょう。で、一応お互い1メートルずつぐらいできれば頑張ってください。はい、で、勝ちを譲った人、勝ちを譲った人は両サイドに避けます。はい、勝った人はステージ前です。はい、こちらが正面になります。さあ、ここにできましたランウェイ、これを今からみんなで歩きます。余裕ですね、余裕ですね。緊張すると思います。いいんです、多少の刺激が入った方が、ね、姿勢良くなります。はい、まあ、冗談はそれぐらいにしておいて、先ほどのですね、おっしゃっていただいた、あるポイント、ね、良い姿勢から体を前に傾けて大股で歩く、ね、これを今からやってみたいと思います。はい、じゃあ十分床が滑らないように気をつけて、歩いていきましょう。はい、では基本姿勢、お尻、下腹、背筋、せーの、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、止まります。私です。非常にいいですね。で、この状態から後ろ足で床を押して、もうあと5センチぐらいですね、歩幅を広げるように努力してみてください。もうちょっとね、気持ちは5センチぐらい、実際3センチ。はい、じゃあ行きましょう。せーの、ドン。はい、はい、それでは自分のパートナーのところに行って、どこがどう良かったのか具体的に聞いてください。はい、もう一回行きます。よく見ておいてあげてくださいね。せーの、ドン。はい、じゃあパートナーのところに行ってみましょう。はい、では、背筋を伸ばして歩幅を広げて歩くは、今うまくいきましたね。さあ、ここで、ちょっと疑問に思われたこととかありません？例えば腕の振り方、ね、どげんしたらいいじゃろうかって特段の指示がなかったです。で、腕の振り方は
歩く時の歩調にすごく関係します。では私やってみましょうか、ね、おすすめはこうです。肘を少し後ろに引いて歩く、ね、でこれは普段着でお買い物に行くとか用事を済ませるときにシャキシャキ歩く、ね、ニコニコペース運動を意識してやろうというときにおすすめ。でもう一つは肘を曲げて、ね、肘を曲げて運動着を着て、さあもうウォーキング今から行くけんねって始まっているようなそんなイメージです。このときはね、肘曲げて腕を前後にきちんと振って歩くことをおすすめします。こっちの方がピッチは上がります。さあピッチ、ね、歩調です。ちょっと専門用語が出ました。これは1分間に何歩足をかわしたかなんですよね。今の私の歩調は130歩ぐらい、割と早い。で、大体ですよ、あの健康づくりのウォーキングって言ったら120歩ぐらいになる人が多いです。調べると誤差は大体プラマイ10ぐらいかな。なので、普段がペレロバーンって歩いてる人にとっては腕振りで歩調を意識するだけでもニコニコペース運動になるわけです。これはいい話を聞きましたね。よし、じゃあ今の腕振り歩き、ね、をちょっと練習してみたいと思います。で、ね、街でよく見かける歩き方でこれはちょっとなーって横に揺れてるの分かります？へそを突き出したような姿勢になってしまいます、どうしても、ね、なので、お尻を締めておへそを引っ込めて背筋を伸ばして前後に振りましょう。前後に、はい、じゃあ、じゃんけんで勝った人たちもう一度、ご登場お願いいたします。はい、じゃあパートナーの人に、よく見てもらうようにね、はい、はい、では進みましょう、用意と、はいはい、じゃあ帰り道は肘を伸ばしてやってみましょう。はい、じゃあどうぞ。はい、そうそう、肘をちょっと後ろに引く意識、あんまり前にやる方は考えなくて後ろ後ろで、はい、いいですね。じゃあパートナーの方にぜひ聞いてみましょう。どんな質問が来たかと私も初めて受けましたが、手をグーで握るのがいいのか、それともパーでいくのがいいのか、でちょっと私やり比べてみたんですよ。パーってこういうことです。でシャキシャキ歩くのにグーもパーもあんまり影響ないかな。肘の位置です、大事なの。肘の位置かなっていうふうに思いましたいうのが一つ。ほい、そう、目線、これが次にね、お話ししようと思います。で、その後に、じゃあ目線はっていう質問になって、で、どうするか。で、おすすめはですね、2、30メーター先を見る。ですから、ここから行くと、そこの襖の辺。で、こちらの館長さんがいらっしゃるところから行くと、このステージの襖の辺。ぐらいが、首の位置としてはいい。で、こういうふうに平らである、安全であるが、見通しが良くて、分かってるんだからそうしてください。で、試しに、こう、あまりにも下を見すぎるとどうなるかというと、もうこれはターミネーター2ですよ、ね、はい、知ってる人は知ってる。で、じゃあ、あまりにも上を見すぎるとどうなるか、まあ、こっちはあんまりないんだけど、この首が進展しすぎて、ちょっときついよね、顎が出すぎる、背骨が反っちゃいます、腰にあまり良くない。なので、真ん中辺、ね、軸の意識を持ってそのまま傾けて、で目線がちょうど前見たらあの辺が見えるっていう、そういう話です、うん、ね、どうです？これは首に負担ならないです、腰にも優しい、ね、はい、今のでいいでしょうか、はい、はい、ありがとうございます。じゃあね、歩きのところで何か他に質問あります？もうちょい確認したい。はい、
じゃあ今日から実践できそうだな。いやまあまあ明日でもいいや。いや今日朝忙しいけん明後日から使えないで実践できそうな人しなきゃいけない。はい、ありがとうございます。ほぼ半強制的に言わせてみる。はい、それではですね、今日午後の時間で、ちょっとご質問いただいたとっても大切なことについてみんなで共有したいと思います。じゃあちょっと先ほどのご質問をですよ、もう一度みんなで共有するためにいいですか。はい、ちょっと皆さん感覚は取りながら感覚取ってください。はい、自分で歩くんですけど、このまま同じ場所で歩いた方がいいか、少しこうやって歩いてまたこう行って動くのがどうでしょうかと質問しました。はい、ありがとうございます。外を歩いた方が、ね、健康には良さそうで、これ皆さん感覚的に多分分かっておいたと思います。でその時にじゃあ外を歩くってね、時間もかかるし準備も必要だし、家でね誰か家族の世話をせないかんとか言ったらそれできんやんという話になりますよね。雨が降ったらどうすんの、寒い時ちょっと行ってさ、風邪ひいたらどげんすんのよと思います。でそれで逆に身体活動運動が妨げられてしまうようであれば、室内での運動の方を私はむしろお勧めしたい。でそのために先ほどねご質問いただいたことへの回答としては、こういうことを自宅でなさってはどうでしょう。これ去年やったの覚えてます。あ、言ったかい。畳2畳分のスペースがあればできます。これ室内スロージョギング、天皇陛下、皇后陛下、今も上皇様にね、が心臓病の手術もなさったんだけれども、安全にできるニコニコペース運動ということでこれやってらっしゃいました。ニュースでも報道されています。ちょっとみんなやってみませんか、ね。はい、じゃあそれぞれお互いの、スペースを取りながらです。ちょっと空いたところで歩くよりもゆっくり走る。さあここで意識したいのが姿勢です。はい、一回足を止めましょう。歩いてる時のことを覚えておいてくださいね。走るってなった瞬間に、走るってなった瞬間にこれはちょっといただき、私の手本が悪かった、ね。走る時もあれです、お尻を締めて下腹引っ込めて軸を意識してこんな風に。でそこにテレビモニターがあります。自宅でやるときは、ただ黙々と走るのが退屈で仕方ないっていうんだったら、テレビ見ながらやればいいです、これ、ね。なので、どうしても外でちょっと寝行くのが大変という人には、これ、お勧めしています。で、一応、足のつき方が歩きと走りではちょっと違いまして、ね、走りのときはどっちかというと、つま先から着地するような気持ちで行きます。ただ、結果としてはかかともつきます。つま先だけでね、こう全部やってると、ちょっとね、不具合が生じることがある。ふくらはぎが痛くなっちゃう。なので、結果としてかかとついていいんだけども、かかとから最初から行くってなると、ちょっと変な走りになるね。なので、足の、どっちかというと指先の方、指の付け根、腰子球から小子球まで、ここで、ちょっと着地するようなイメージで。はい、じゃあやってみましょう。どうぞ。8の字を描くようにすると目が回らないです。姿勢、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 下腹締めて。で、今30秒ぐらい走りました。しんどくなったら、歩いて構いません。そうそうそう。家でじーっと過ごすよりは、ちょっとでも体を動かしていた方がいいですよ。ね。で、きつくなったら歩きます。じゃあいいですよ。どうぞ体を動かしながら皆さん聞いてくださいね。
コロナ太り、ね、これ多分今年流行語に上がるんじゃないかって思ってましたが、どうなったんですか？コロナは上がったけど、太りまでは入ってないかね。で、なんであれが生じたかっていうと、もう身体活動が少なくなった、それから余計なものを食べた、もうその両方か、はてまた片方かどっちかということですね。で、それを解消するためには、まあ、食べ方を少なくするとかね、いうのも一つの方法かもしれないけど、これってなかなかちょっと難しい。だけど過剰に食べてる分があれば、それは適正化するんだけども、そこから先はもう運動しましょうよ、ね。で、運動するっていったときに、歩くでもいいし、今言った室内で走るでもいいし、じーっと座ってるのと比べて、立ってる状態って、カロリー消費が高いんですよ。どのぐらい高いか知ってます？3倍。ああ、惜しい。2倍。はい、正解。1万ポイント。どうぞ。でもね、3倍に増やす方法があるんですよ。それが、ゆっくりでいいから歩くと3倍です、ね。で、それをちょっと歩幅を意識して、歩き始めると4倍。もうちょっと大まかになると5倍。どんどんず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 んいくと6倍、ね、でこの歩くももちろんいいんですよ。いいんだけども、今やった走る、これはもし同じ距離を走ったらエネルギー消費量がなんと倍になります。倍になりましたってなんかありましたね、はい、そうなんです。カロリー消費が同じ距離を移動したときに、倍どのぐらい消費するかっていうと、1キロ進んだときに自分の体重と同じぐらい、仮に体重が60キログラムだとしたら、1キロ進んだときに60キロカロリー消費します。で、3キロ進んだら180キロカロリー。おお、ご飯じゃない、買い物か、バナナ2本分か、そういう計算ですよ、ね、もしこれウォーキングでやろうと思ったら、ウォーキングの方だと5、6キロ進まんと処理できない、時間がよく変わる、ね、ただまあスロージョギングは歩くよりゆっくり進みましょうが最初は基本です。体力が充実するまではね、これは無理する必要はないです。で、歩幅もちっちゃくちっちゃく、10センチか20センチぐらいから始めて、だんだん慣れてきたら歩幅も広がるでしょうし、スピードも上がるでしょうけどね。で、最初は無理しない、これがコツです。この点はよろしいでしょうか。さて、それではですね、ちょっと今歩くとか走るをやりましたけど、ちょっと逆のパターン、足が痛くて動けない、運動ができないという場合に、無理して歩いちゃうと意味ないですよね。さっき言ったロコモの話が出てきます。なのでその場合にはですね、私その場腕振りっていうのをちょっとお勧めしているんですよ。で、これちょっとね、科学的なデータとか取ってないです。私がもう本当思いつきで出したようなものなので、ただ非常に有用性が今まで高くて、嫌われたことが一回もない、あ、これならできそうですという返事しか返ってこないですよ。なんでちょっと皆さんにも紹介します。はい、じゃあどうぞ立ちましょう。で、スペースを取ります。カロリー消費、カロリー消費、はい。でね、腰を落とします。お、腰を落とすのかと、中腰のような感じね。膝を前にやっちゃうと、これ膝痛めますから、お尻を後ろに引いて腰を落とす。で、この状態で、ね、肘を上げて腕を振る。で、そうすると軽く弾むような感じになるんですね、モヨンモヨンで。これね、呼吸はね、自然にやってもらって構いません。どういう方法で吸おうが吐こうが結果は一緒で、この腕振りの速さを早めると運動強度は高くなります。で、ゆっくりにするとマイルドになります。で、まあさすがにこれは体重の移動を伴わないので、これでニコニコペースっていうのはちょっと難しいと思うんですよ。だけどじーっとソファーに座ってですよ、一日テレビを見とうことを考えたら3倍でしょ。で、3倍ぐらいは行くはずですよ、ね。で、身体活動 の指針としてね、国の方で言われていることは、まあ、3メートル以上の運動をしましょうって、だけ G
じっと座っとる時の3倍以上の運動をしましょうって。そのぐらいにはなるんじゃないかなと思います。測定してみないと分かんないけど、ね、そうそう、この膝のバネを使うと。でこの運動はお尻と太ももの筋肉を結構使うんです。で、きつくなってカロリー消費が上がります。はい、きつくなったら休みます。膝に来る場合はつま先を体の正面にしてみましょうか。つま先と膝を体の正面に向ける。こうするとアライメントが整うので辛くないと。例えば同じテレビを見るのでもこっちの方がカロリー消費増えます。はい、では最後まとめです。この運動をやった人の次、あるウォーキング教室ね、減量教室です。痩せましょうって、もうメタボ教室です。言っちゃうと、でそれに来た人で、申し込み当日に、ね、足が痛くて私歩けないんですけどって言われちゃった。私追い返すわけにはいかんから、もう苦し紛れにじゃあこれやりましょうって言ったんです。それが始まりです。そしたらね、最初3分やりましょうって言ったら家でやってきてくれたんですよ。うわすごいですねとか言って、じゃあ5分やってみますとか言ったら、うんうんとか言って、で次の週5分ちゃんとやってきた。今度5分が10分になり、10分が15分、20分になり、でも20分から先は私何も言ってないです。でもう来たら、じゃあ私やってきたよって言うけど、もう運動業界になったら私も嬉しくなるじゃないですか。うわすごいですねとか言ったら、どん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 時間が来てて、最後50分ぐらいやったっていう話なんです。僕できましたねって言ったら、いやいやいや、韓流ドラマ1本見たらそのぐらいなんでしょうか。そういうことですねとか言ったら、で結果3ヶ月経ってどうなったと思います？そう、その人ね亡くなったのはここです。脂肪が減って5キロダウンですよ。5キロダウン、すごいでしょ。毎日50分やらそうなるよねって、うん、あれすごかった。だからそのクラスの中で一番痩せたのが歩いてない人何週落ちじゃんっていう、ね。はい、まあ、もちろんあの食事にも気をつけてはおいででしたよ。だけどそれだけでは5キロはいってないはず、ね。なのであの全く、ね、動かずにどんどんコロナ太りでみたいなのが気になるときは、笑いにもするつもりでこういうことをやってみるというのも一つの方法ではないでしょうかという提案です。はい、はい、寝ながら運動すると寝る呼吸の練習は寝てするけどね、重力に逆らう運動ができるかな、ね、ゴキブリ体操みたいなやつじゃないですか。こういうこと寝ながら息の後とかするけどね、まあ、じーんと寝てるよりはいいんでしょうけど、あんまりカロリーは消費できんかな。三面とダメだ。何もしないよりはいいかな。心肺機能を高める効果はちょっと期待はできないと思う。ただじーっと寝てるよりはマシ。すみません、ちょっとそういう表現になってしまいますが、それぐらいしか分からない。コンクリートのさ、はい、サッパラとはちょっと違うか。はい、足への負担ということですよね。足への負担を考えると草っぱらの方がいいでしょう。ただ今ほとんど舗装されているので、その場合は靴、シューズね、かかとはいい、足がこうあったら、かかとはがっちりしたやつがいい。ただ、底面、ここはクッションのいいやつがいい。で、もう値段と性能は比例します。安いのはそれなりに、高いのはそれなりに。時間かけてよ。時間かけてね。そうね、普通の人の足ではちょっと苦しいと思う。あの一時期ちょっと旅シューズみたいなものも流行りましたけど、あんまり普及しなかったことを考えると、やっぱりそれに耐えられる人っていうのはあんまりいないんだね。シューズ選びは本当に大事です。
シューズの寿命について話しておきましょうか。シューズがこうありますよね。でこれ裏面だから、かかとの外側が擦れる、ね、これみんな擦れると思うんです。で良い歩き方をしていると床を押すがちゃんとできているとこっちも擦れます。一歩親指の面だけど、こっちばっかり擦れますっていう時は歩き方としてはどんな歩き方かっていうと、前傾の足りない歩き方をしていると後ろばっかり擦れます。でこういう歩き方をすると床を押すが生じるので、こことここが擦れます。でね、毎日1万歩ぐらい歩き寄ったら1年ぐらいが寿命です。まあ、最近の性能がいいやつはちょっと多少あの耐久性の高いのもあるけど、上が綺麗でもね、上の方が綺麗でも靴底を見て判断した方が足には優しいです。でここばっかり擦れた靴で歩き寄ったら余計この姿勢を助長しますので、あんまり良くないかもね。はい、という話です。他に何かご質問はありませんか。今先だって歩くのは、今先だってこういうこと、それは何かのね、テレビ見た。まあ、姿勢はそうね、変わりますね。ふくらはぎきついですね。そのふくらはぎを鍛えたいという人にはいいかもしれない。バランス能力を高めたい。多分なんか考案された先生には先生なりのあの意図というのが必ずあるはずですので。はいはいはい。NHK のバッテンで放送されてた内容からすると、まあ、骨強くするね、骨密度、これはあの結構言われてる。あとはあの血糖値を下げるのにも役立ちますよみたいな放送があったそうなんですよね。で、川田稔先生、でね、ウォーキングもかかとつきますから同じ効果あると思って十分血糖値も下がるし骨密度も大丈夫です。シャキシャキかかとが歩く、ちょっと今シューズ履いてないからこういう音になりますけど、室内歩くのにはちょっと病気としては良くないでしょうけど、そこ歩くときはかかとに十分垂直方向の刺激がバーンと当たりますので骨も強くなります。はい、最後に一つ、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 はい、あ、きついスクワット知りたい、なるほど、つまり効き目のあるやつを知りたい、どうせやるなら効果的なということですね。はい、ちょっとこれあの余力のある人は一緒に、ね、やってみましょう。足を広げてで、腰を落としていきます。この時につま先と膝は同じ向き、ね、正面に向けるか外に開くかどっちかを選んでちょいちょい開く、で3秒から5秒ぐらいかけてゆっくり落としていって、で沈んだところで1秒キープして、でまた3秒から5秒かけてゆっくり立ち上げていきます。でこの時にわざと膝を伸ばさない、ロックしない、関節をノンロックです。これを10回程度、もう5回ぐらいでも効く人は効きますけどね。終わりの3回が、あきついなと思うぐらい回数を行ってください。10回でも精一杯だと思います。1セットやっただけでもこわばりますので、お尻と太ももそうそう、空気椅子みたいな感じで、そうそう、正しいフォームでできてらっしゃいますよ、いいと思います。ね、効くでしょう、さすが、みんなでいい体操を作りできました。はい、ありがとうございます。いいですかね。はい、じゃあ整理運動します。はい、座ります。はい、このまま前面伸ばしますよ。膝を曲げてかかとと尻を近づけます。さっきしましたね、準備運動として行いました。今は生理運動として行っています。
筋肉は使って使いっぱなしにするとですね、関節に不具合を生じます。長い目で見ると動くなことがない運動障害の原因になることもあります。なので、運動の後には必ずストレッチ体操を行うようにしましょう。健康運動センターで膝が痛いの、腰が痛いのとかね、肩が痛いのとかいうご相談をよく受けます。で、大概話を聞いていくと、もう半分以上はストレッチ体操が不足していることから来ている。で、運動するのはいいことなんですよ。いいことなので、ちゃんとその手入れまでして、終わるようにしませんかって言ったら、皆さんうーんってめっちゃなぜじゃないかだってね、お医者さん行っても治らんのよ。当たり前じゃないですか。筋肉のことは筋肉で解決するし。はい、じゃあ太ももの裏側です。多少何とも先ほど歩きましたので、いくらか柔軟性が増してるんじゃないですか。どう？あら、あら。はい、反対の足。足を伸ばすときは骨盤を前に傾ける。先に背中が曲がっちゃうと効果が薄い。で、勢いや反動はつけずにじーっとね、止める。おお、いいかな。そう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 、ありがとうございます。長いですね。はい、では太ももの内側です。体を前に向けていきます。疲れちゃいました。いいですよ。非常にいいやつを今紹介していただきました。ウォーキングから帰ってきて、もう一回家の中入っちゃうと体操なんかもうちょっと忘れちゃうのよね、でも家事優先になってしまうとかね、いう相談よく受けます。で、その時はもう玄関先でもうこうやって肩を伸ばしちゃいましょうって発想を切り替えて言ってます。これ野球のイチロー選手のポーズですよ。ちょっとやってみましょう。はい、どうぞ。足を広げてね、いわゆる股割りの状態ですね。で、ここからこう肩を入れたりすると腰の筋肉も気持ちいいですね。反対側、膝の内側を押さえる。はい、です。では、ふくらはぎ伸ばしで仕上げましょう。足を前後に広げて、かかとをついて、つま先正面。前足はね、多少斜めでもいいんです。後ろの足のつま先をまっすぐに。そう、かかとをつけて。皆さん、夜中に足がつったりとか。私もまだありますか？伺いました。どうしよう。毎日ちょっと夜、風呂上がりとか寝る前にそうやってみませんか？このふくらはぎ伸ばしの体操、甘やさしてらっしゃる、いいですね。そう、私もね、忘れないように歯磨きしながらやってます。こう捕まってます。だから安定した姿勢でできるし、忘れんし、いつでも走れます。はい、以上です。運動が終わった後の整理体操、とても大事ですので、おろそかにしないように、ぜひ継続してください。最後に、運動継続のコツについて一言。やった運動をカレンダーとか手帳とかにちょっとメモしとくとね、長続きします。だからそのうちそれを書かないことがなんかやり忘れたような気がしてきて、運動は習慣化しやすいんです。ぜひおすすめですので、やっ